熱いやつが真ん中に来るんですけど、そう前髪ね濃ゆくしたの。ほらここ薄くしました。ちょっと前髪切ろう後で。なんか長い、なんかオイル塗ってるからさ下に重心がいって前髪多くなったのかなと思ったけど普通に多いわ。あ普通に長いわ。めっちゃ切ってもらったつもりだったんですけど、そうめちゃめちゃ今帰ってきて、これかわいいの、ここがねこんななってて、そう前髪がまだね定着してないからねちょっと変な感じするけど、ちょっと前髪アイロンしよう、アイロンしようかな。なんかめっちゃ痛い目に当たって。そうなんか最近ね洗顔が合ってないのかわかんないんですけど、そうだから洗顔をねなんかたまたまその美容室のめちゃめちゃ近くになんか自分の肌とかを見てくれたりとかしちゃうところしてくれるところがあって、でそれ TikTok とかインスタとかで今めっちゃ流行ってて、でえめっちゃ近いじゃんと思って、そうでそこに行ってきたらなんかスクラブとかも入ってるやつ見て買っちゃった。そうなんかやっぱりさ洗顔とかはね難しいから、めっちゃいい感じじゃない前髪。どうです、そう明日ねめちゃめちゃ朝早くてお仕事なんですけど、めちゃめちゃ朝からのお仕事で7時とかに起きないといけないから、ちょっとね今日は短め配信にしちゃいます。見て、オルビスっていうところ、ね、オルビスはねオルビスね朝寒いよね、もうコート着てる。じゃんこれねなんかパックにもなるんだって、なんか10秒なじませて10秒待ってみたいなやつで、それがパックにもなってくれるらしい。だからねちょっとやってみようと思います。泡立ては不要です。さくらんぼそのまま5秒程度置きます。あ5秒置くんだまず。で顔の中心部から外側へと小さい円を描きながら10秒程度。なんか本当は週に 3,4 回のなんかケアとしてこれ使ってくださいって言われたんだけど、毎日使っちゃダメですかって言われたら毎日でもいいですよって言われたんで、じゃあ毎日しようで、なんか試供品のクレンジングももらって、そうクレンジング大切だからね。クレンジングはなんかお仕事で旅行っていうか旅行とかの時にね、これ使うので、そうお泊まりのお仕事の時とかに使うので、これをねちょっと持っていきます。2個持っていく。でこれは下で、で明日はねとある撮影なのでちょっとねあれですね、あ
ある程度のものを準備しないシャンプーとトリートメントとこれとあとはね洗顔ですね。洗顔どこやった？なんかこれ美容室で。そうとりあえずね明日めちゃめちゃ早くて。洗顔は洗顔そうなかったっけ。ん？あったこっちで一個洗顔せんか。これ持っていこう。これとこれで洗顔とかを OK。 シャンプーとトリートメントと洗顔と顔洗うクリームとあと赤すりとあとなんかあるかな。体のやつはねあるしね。こんぐらい？あと何いる？こんぐらいだよね。化粧水とかどうしよう。パック。パック持っていく？パック持っていっちゃう。なんかね絶対試供品のやつがねどっかにあるんだよいつもあるからあるはずなんだけど。どっかやったっけ。皆さん今日は何してたんですか。試供品のがねないね。どっかやったっけ。聞いたら絶対どっかにあるんで。あと洗顔だけだね。あとは洗顔だけです。と服とか。とはメイク道具と。そう髪の毛もねちょっと切ったんです。なんか結構長いね。こう見るとめちゃめちゃ長い。前髪どんなになるの。こんななんだけど、なんかね今ねオイルつけてるからかわかんないんだけど、一応アイロンでね、アイロンでやってみたらどうなるか。マイジャパンさんありがとうございます。まさとしさんありがとうございます。ライムさんありがとうございます。チャチャさんもありがとうございます。よいしょ。ね見てこんななってる治ってくんない。めっちゃ曲がってる。なんか落としちゃったんだよ。落としちゃったらこんなになった。そう前髪はね、前髪って本当に難しいよね。前髪はこれでどうなるか。これも
そう、めっちゃ濃ゆくしたの。どう？濃ゆくした前髪。前髪ね、濃ゆくしたんです。なんかあんまり薄いとさ、ちょっとギャルっぽいみたいな。ね、待って、濃ゆいの似合わな。見て、ここめっちゃ芋感ある。濃ゆいの似合わないかな。いや、似合わないと思ってやってたんだけどさ、なんかさすがにちょっと、幼くなったね。これめっちゃ濃ゆい。多分アイドル人生で2番目ぐらいに濃ゆいんじゃないかな。これはこうでいいのか。どうです？多分ね、今日が一番綺麗な前髪の状態だよね。どうですか？どうです？新しい前髪です。で、ここもね、濃ゆくしたの。なんか全体的に、なんか薄くて、私前髪も薄いしここも薄かったんですけど、ちょっと全体的にね、濃ゆくしてみました。ここは薄くしたんだけどね、逆に。どうですか？アイドル年齢は 3. 何歳です、今。どうですか？まあでもちょっとオイルかかってるから、オイリーですけど、濃ゆくしてみました。いい感じですかね。そう、多分ね、アイドルじゃなかったらあの薄いままなんですけど、まあアイドルっていうのもしてます。いいんじゃない？だってこれでポニーテールが多分最強よ。自分で最強とか言っちゃう。多分ね、最強だと思うんですよ。まあ今からどうせお風呂入るんで1個にまとめるんですけど、お風呂はポニテ、あのね、もう最近疲れるから湯船に、なのであれです。お風呂前なのにめっちゃおめかし。いや、お風呂前はいつもね、お団子にするんだよ、普通に。ゴムどこやったっけ。ゴム、ゴムはね、私の癖でね、ドアノブとかにかけてるんだけど、ちょっと片手じゃ取れなかったので、どうしよう。ちょっとポニーテールしよう。髪の毛分けてほしいなって。分けれるなら分けたいけど、逆に今日空いてきたもん、髪の毛。わあ、いいね。なんかちょっと芋っぽくていいんじゃない？芋っぽいのはファンの人好きだし。ちょっと田舎っぽい、田舎娘。なんか田舎娘って田舎娘だけど。芋っぽい感じで素敵やん。いいですね、前髪。
前髪お披露目会今日。いいんじゃない。いいね。いいですね。これも前髪。いい感じだね。じゃあ今からもう配信来たらすぐお風呂に入ってで荷造りをしてマッサージをしてすぐ寝ます。そう、もうすぐ寝ます。もうね今日は10時までには寝ないとね明日が本当に早くて朝本当に早い7時とかに起きないと。7時に起きて7時でも遅いかな。顔のマッサージとかしたいから7時過ぎに行きます。そう早寝早起きしないと。お風呂配信がいいなって。アイドルに何を求めてるんですか。それは違うアイドルですよそれは AKB のアイドルじゃなくて違うアイドルに求めてください。違うジャンルのアイドルに。それも16歳に言う言葉じゃありませんよ。はい、じゃあそれでは今日はこんな感じで終わりたいと思います。じゃあ13位スヌポンさんありがとうございます。12位ピンクカメオさんありがとうございます。11位はモバルシさんありがとうございます。10位キヨシさんありがとうございます。9位ハウさんありがとうございます。8位もちラブさんありがとうございます。7位ケンジさんありがとうございます。6位セッキーさんありがとうございます。5位はアンジュヨンカムパンガットさんありがとうございます。4位マサトシさんありがとうございます。3位はライムさんありがとうございます。2位リコさんありがとうございます。1位はウホウホホさんです。ありがとうございます。はい、じゃあそれではね皆さんありがとうございます。じゃあまた明日はできないからまた来週になるかな。来週に皆さんお会いしましょう。じゃあそれではバイバーイ。